はい、どうも年貢シューターと申します。今回も長久長飛集まれちょとつの森続きをやってまいろうと思います。前回炎症を滅ぼしまして顔料文集もう少しで手に入れるところでございます。ただいま捕虜でございますね。顔料文集と一緒に戦場を駆け回れる、そう思うとワクワクしてきませんか。さて私たちはどこに攻めましょうか今回は。というところで今日も楽しくゲームをやってまいりましょう。まずは皆さん見ていただきたいのはこの序南の北へ北へと伸ばしている符でございます。なんだそんなことかとお思いでしょうけども、私はこれがどこまでいけるのかというですね、包囲占領を食らいながら食らいながらどこまでいけるのかと何度も申し上げますが、そういう挑戦をし続けております。バウン力炎症いいよ、少々炎症はちょとつでございます。長男よろしく頼む。よし、長男でも次男でもいらっしゃいいらっしゃい。お、顔料イケメン、世話になる。イケメン来る、さすがロシク 100% 来ました。士官でございます。我々が唯一ちょとつ以外に許されていると言っても過言ではない士官でございますね。龍子高慢ちきな女ですね。高慢の女でございます。あ、それ以上申し上げません。受託、俺の軍は厳しいが弱音を吐くんじゃねえぜ。身も心も預けるわ。純心、なかなかの政治力でございますね。純育の弟、お、胡忠さんも来た。何人来るか。はい、胡忠さんいらっしゃい。使えてやろう。よし、3人か。3人だけかい。もっといっぱいいたでしょうが。いっぱいいたでしょうが。たった3人か。1年分にも満たない。うわ、やばい。平原3万。これはどこだ？使者が到着しました。いやいや、曹操からの人ってなんだよ。関羽、関羽なんか知らないよ。何今頃言ってんだ。関羽は留守だよ。ベガスに行ったよ。文集、あー来た来た。これでイケメンと文集が揃ったぜ。やばいなこれ。曹操軍どこ行くんだこれ。各園、よし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 。ちょとつは全部取りましたね。さすが100軍師がいると違う。難避攻撃軽攻撃、ややこしいなこれ。この変な塗り、時間をかけて攻めようという感じですね。我々ね、まあ兄弟出しました。で、何ですかこの花公園は。やっちゃいましょう。線だけできた花公園。よし、花公園撃破ですね。これもね、捉えちゃえばよかったのね。さて、平坦切り完成ですね。Kに攻め込んだ部隊は終わりでございます。ここは戻りますね。しかし間に合わないでしょう。ここも切れましたね。おっと来た、義援だ、ハンクツ人。よし、まずは満潮。さてさて、ウキンらも切れましたね。ご報告いたします。やってしまいましょうか。おっと、豪華かけていく。これは燃えちゃうぞ。いや、豪華だから燃えちゃうんだけども、あともうちょいですね。こちらをご覧ください。しかしもう混乱は解けている。よし、火器を撃破、そして早急撃破。捕らえるまでいかないですね。孫権軍の出社、あ、これ攻撃要請じゃないかな。円を攻撃していただきたい。よくね、行ってきますよねこれね。これどこまでが攻撃に入るんだろう。城を攻めたら攻撃なのか、負なのか、部隊なのか、ちょっとね確かめてみましょうか。承諾、まあこれ裏切ってもね、ちょっと下がるだけですからね。さてさて、こっちはなかなかきつそうですね。おっと、士官だ。そうよ、これは普通に在野の長安ですね。え、トイヤ。おっと、三連携、お、すごいぞ。あれ、包囲占領だ。
この長子様についてきな。どうも。あらららららら、ら何部隊かな。結構な部隊数行きましたよ。各所より報告です。見てまいりましょうか。あれは縁でしたね。うん、すっとぼけてますけども。あ、もったいない。送信じゃない、送信は戻った。しかしここら辺だ。あらららら、いいですね。武庫武庫ですね、これはね。武器を撃破、捕らえないか。おし、長子撃破。あ、捕らえないか、大事なもの。一方深夜でございますね。ここも攻めてきておりまして、これも無謀だな。ここは主力をですね、もう回してあったところですね。で、ロシ君もね、これ前行きましょう。やられちゃったら大変なことになるけど、大丈夫でしょう。かしこまりました。ちょっと士気を上げたいですね。で、今外交を確認したところ、円の要請、要請遂行47573と、これ結構な数字なんじゃないですか。47573ポイント。いや、こんなに兵士を倒してないんで、いや、これポイントなのかな。まあ、占領した負の感じなのか。まあまあポイントなんでしょうね、これはね。まあ、ちゃんとやってますということですね。これは成功いたしました。あ、じゃあ前に来た巨匠のやつもできましたね、負でいいなら。あと敵を倒すのでいいなら。あ、こういう風な仕組みになってるんですね。深夜の防衛を見てまいります。文集顔料も出ておりますね。さあ、文集言ってたら仕掛けました。文集95、これなんだっけ、陰気か。27、この文集に勝てると思うね。思うな。こうなってはやるだけ。飛ぶだろうな。さあ行け、飛ばせ、カッキーン。これは場外ホームランだ。適当な実況だな。さあどうなるか。観念しろ、捉えましたね。じゃあ死んでもらうか。うん、書くかは捉えない。あとはこれ総将ですね、行ってもらいましょうか。来た、ダッダダン、疾風陣雷。宝徳聖者、あ、宝徳あっちだよ、縁だよ。竜壁聖者、これも縁だ。総将撃破やりました。さて、こちらは勝敗ですね。孫権が勝敗を攻め始めましたね。これなかなかの兵数ですね。これは周囲なんかも出てるし、落ちそうですね。で、僕らはですね、この序南どこまで広げられるかチャレンジですから、こういう戦っている近くの負を取りに行くという。今ね、4部隊ぐらい出しました。はい、序南4部隊、どんどんかすめ取っていきましょう。さて、文集戻りました。陰気ですね。政治75、論客でございますね。炎症の配下だった男でございます。まあ、統率22でね、よく出しましたね。そうそう、もうかわいそうに。じゃあ私はね、解放と見せかけて初段。やめろ、やめてくれ。しょうがないよ。各所より報告です。おっと、勝敗落ちましたね。うわ、大丈夫かなこれ。あ、ここ取れなかったんだ。援護あと一歩、惜しいな。さて、我々ですね、次攻めるところをもう決めております。まずですね、外交で覇気でございますね。どこを破棄するかと言いますと、劉表ですね。同盟の期限満了を待つ方が、賢明と思い、待てません、待てません、9ヶ月も待てません。これ誰でもいいんでしょう。はい、さよなら。任せてくれ。ここにはですね、あるちょとつの王子がね、いらっしゃるんで、やはり同盟なんか組んでらんないですね。そっちが優先。初めての同盟破棄を行います。ではでは、まだですね、同盟破棄の使者届いておりませんが、行ってみましょう。そろそろ猪突だけで行きたいですね。このゴールデンコンビも入りましたんで。で、炎章確か猪突で、なおかつ勝者か、勝者で行きますか。人殺し用の戦法しか持ってないんですけどね。あと各炎か、あとは美子でバフをかけましょう。バフだけはさせてください。超運置いてって大丈夫かな。
どうだろう、 1,2,3,4,5,6 6部隊で相手7万7万に、ちょっと待って、7万に初突が6部隊、いや勝てるのかな、まあ、なんとなくやばそうだったら後ろからね超運出しましょうか。まあ間に合うか分かんないですけどね。しかも川渡るんですよね、これ渡れるかな。文集眼光にしてもうだからこれ人殺しのほんと戦法しか持ってないんで、そうっすね、いらないっすね。いやもうあれですよ、兵器なし兵器なし、うん、兵器なんかいらない、うん。さて8000オールぐらいでなんとか深夜が持つかどうか微妙なところでございますが、これでいきましょう。総勢4万8000か、いやもっと少ないな、4万7000ぐらいか、まあ大した変わんないな。この阪神港ですね、あ関心港か、まあ一回読みなんかどうでも、ここにまず入る、入んないと兵団切れですからね。あとはもう一人、あ竜壁だ、竜壁はとりあえず重しですね、重しに置いといて歩を取っていくと。張飛様の出陣だ、出陣だ。さあ行きましたねこの交渉必ずまとめるも何も通告するだけなんだけど改まる必要はない、心苦しいのですが我らの同盟は今日をもって解消今後敵ということだなでしょうね。平城まで落ちるんだ、まあ一気に敵地でいいと思いますけどね、そういうことですよね普通はね。お、長保成人やりましたね、あやったやったやった、こいつも猪突だもん、やったぜ、猪突の仲間がどんどん増える。さて長保早速出しましょう、魚鱗ゲーハー9000、やばいな、深夜の残り5000人だけども、ここは行くしかないでしょう。竜中直で乗り込みましょう、ついてこいついてこい。いや気のせいかなと思ったんですけど、これ中性下がりますねえらい勢いで中性なんか下がってるなと思ったら下がってますよこれね、あららららら、ら、あ不義理なことしたから下がるんですねこれね、やばいやばい、ロシクなんか80ですもんこれ、ああそういうことなんですね、やんない方がいいですね同盟破棄。お孫権が出ましたね、あで出てきたぞ、なんかうわいっぱい出てきたぞこれ、使者が到着しました、なんだこれ、ん孫権が行を攻撃してもらいたい、一応受けとくか、やんないけど行はやらない、うわ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 、こっち来るぞこっち来るぞ、これてかこの人たち老戦じゃないのこれ、んこれ孫権軍動きますね、こっち向かってるんで、公領からも向かってる、これは利用しない手がない、劉表動かない、これはじゃあサクッと上陸行きましょう。しかし永安から来てますね援軍、張飛統率上がる、赤兵八陣を破壊だ、使者が面会を望んでいます、だいぶ士気下がっちゃいましたね、粗相の使者何ですか、関羽はいません、関羽はいません、もう1年ぐらい経ったかな関羽も、いやいやまだ見ませんよ見ませんよ。お女用2万出ましたね、ん下向きですね、これはいいですね、孫権の方行きます、で孫権にクコドンロ曹操がかけてくる、馬長政治上がる、いいですねこれ、孫権とうわーすごい大軍だなこれ、いやーこれちょっときついかもしれない、これはきついかもしれない、うんまずこれ城を取る前にこの数を一旦なんとかしようっていう戦いにした方がいいかもしれない、これは炎章隊狙いですね関寧が、これはやばい、これは今シリーズ最大の大戦ですね、10万規模同士、おおお引くか、あ引くんじゃない、これは南に行ってるだけだ、うわひどいな、
で、孫権軍、ここまで来ましたね。わ、新参希望食らってる孫権軍で、ついに険悪になってしまう。これは上げていかないと。士気の低下があまりにもちょっとひどいんで、呂外を出しましたね。学装でございます。各園政治上がる陣を立てましてございます。お、こっちに来るものもちらほら。でも3000ぐらいだったらね、大丈夫でございます。いいですね、孫権軍がだいぶ頑張ってる。うん、3000、劉邦やってくる。おっと、一騎打ちだ。あ、劉邦じゃない、法隆だ。馬超対法隆。馬超ブロック100、法隆75。清涼の金馬超、金馬超水産、水産生きげるね、生きくるね。やっこい。お、飛ばないか。これはもういけるでしょう。お、どうした、馬超どうした。あ、警護できないのか。こんなものよ、こんなものよ。これでちょっと石兵で下がった士気が全開になっていく。お、もう一回やるか。あ、違うわ、父親譲りだ。父親譲りマニアがいっぱいいるんだ。捕らえちゃった、殺しちゃうのかしら。うわー、すごい来たな、すごいぞこれ。流氷勢全部孫家に行くか。いや、流氷だけこちらに来ますね。少ない分にはこちらやりやすい。さて、我々は土塁を作り始めましたね。これでドット用押し寄せてもですね、うわ、すごい出てきたぞまたドット押し寄せてもって言おうとしたけど、これは耐えられないかもしれない。法隆を返してほしい。嫌です、殺します。いや、わからないですよ、うん、殺さないかもしれない、うん。さてさて、張飛が飛び出しましたね。ちょっとつって本当嫌ですね。うわ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 、やばいよ、そんなに前出ちゃダメだよ。ご報告いたします。うわ、ちょっとつやだ。ちょっと待って、土塁の向こう側全員出てる。ちょっと待って、お前ら土塁の向こう側全員出てる。ちょっと待って、お前ら、どうそりゃダメだよ。ちょっと一回退却だ。それもうやだわ、この人たち。ちょ、総退却かけるか。これすごい数、これもう 3×4 列ぐらいいるじゃないですか、これ。よしよしよし、なんとか退却してる。新戦艦かましていきましょう。もうちょい待ちましょうか、うん、もうちょい待った方がいいですね。ここか、いや、もうちょっとか。これ馬超戻れないんじゃないか、これ。うん、やばいな、ここか。ここで一発かますか。くれ、新戦艦。まずいですね。ドドンドドン。よし、一人倒して。馬長、退却だ、退却。兵隊が切れる、兵隊が。危ない。さあ、ばっちり逃げてくれるかい、馬長。あ、大丈夫だ。こちらの退却に反応してる。よしよしよし。あー、流氷もったいないが。流氷もったいないですね、これ。初段できたかもしれない。永安に一旦みんな帰りますね。いや、これもう一回行くか。こちらをご覧ください。寄せては返す波のように、もう一回行こう。うん。もう一丁。よし、全員で流氷狙え。首狙え。おお。いや、これでも戻っていきますね。うん、いけるんじゃないか。あ、意識を取り戻した。いや。よしよしよし、初段、あーおー。このターンは一旦壁裏引いて出方を見ましょう。うん、なるべくここら辺ね、塗った方がいいですね。なんとかね、おびき出して減らしたいですね。で、 A 案に戻っていきますね。 A 案の舞台はこれ全部戻らして、一気に上位を叩くか。いや、でも6万だもんな。6万を一気って無理だよな。ちょっと前詰めたらどうか見てまいりましょうか。出てこないですね。 A 案の方は、あ、前来るか。 A 案の方が先に来て、
なるほど。使者が到着しました。流氷からの使者？何ですか？法隆の返還、嫌です。いやこれどうしたら常用を倒せるか。このエイアンを先に減らすしかないのか。こちらをご覧ください。これ劉将後ろついてくんないですかね。劉将だから無理か。孫権もがっつり減らしちゃったんで。ん、馬長対関連か。うん、そしてこちらは孫権ですね。上げていきましょう。やっと平城か。やられすぎなんだよな。さあ関連に次のターンいけますね。新戦艦さあまず関連に新戦艦やっていきましょう。ちくさー、金馬町の一撃3000サブ。そして張飛が前に出る。さてさて、馬良とあとはお張飛も出た。万人敵、これは速攻倒せるんではないか。んで疾風怒涛ができる。で趙雲が神前ですね。これでどこまで行くか。神滅一気にいった。疾風怒涛放ってまいりましょう。いや正社の方がいいかな。疾風怒涛一応士気を下げる効果範囲 1Hx あるんですけども、どうしようかな。もうちょい待って正社かどうかちょっと考えましょう。いやーこれ正社だな。4人5人までいけるかな。お、あらヨットだって。正社4人ですね。1人はもうとどめがさせそう。これで文集と連携なんか出ちゃうと、あ出ないか。よしよしよし。あすごい、ちょっとつどもが前に出てくるよ。各所より報告です。やばいよこいつら。城とかでも構わずね、撃たれる範囲いきますからね。よし、新戦艦かましていきましょう。これで何人だ。4人か。馬食馬量やれるか。新戦艦ダダーン。うーんいいですね、馬量を撃破。んで各園がライドどうなんだ。これは各園でも70台あると思うんですよね。各園75、ライド80か。かかってきやがれ。いやいや、よくかけたよ。後悔せよ。さあ行け、勝てよ。バッグイ。おっとちょっと負けてる。いや負けてる負けてる、まだ負けてる。おっといった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 。ああこれで負けたか。相手が、ああ惜しかったな、惜しかった惜しかったな。あと一発でしたね。うわこれ下がんないとやばいな。やられちゃうよやられちゃうよ。佐々木の使者何ですか。カウンカウンまだ言ってるんですか。幻幻。あまたクコドンのかけられてる。あ大丈夫かな。龍か撃破、これでちょっと士気が上がる。シャマかを撃破。お今ね連携入りましたよね。今ね、いや連携入れられたのか。こちらをご覧ください。おっと上場39,000出ちゃったか。後ろ取られるかこれ。うわ諸葛亮とかいるぞこれ。やばいんじゃないかこれ。よし馬食を撃破。捕らえちゃった捕らえちゃった、馬食捕らえちゃった。使者がお待ちです。尊敬軍主者、おこれは同盟ですね。12ヶ月か、こっち24ヶ月で回したんだけど、まあいいか、うん。いいわな。あ、カフェにダメだったか。しょうがない、しょうがない。超員を倒して、うわー、すごい数だ。ちょっと待て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 。これ待て待て待て。待て待ての待てだ、これ。ご報告いたします。これはちょっときついから一回退却か。てか退却一回した方がいいっすね。エイアンのね、だいぶ半分ぐらいは減らしたんで、まあ乗用も減らせりゃいいですけど、こちらがねまた攻めるまで、お深夜また攻められてるし、これそういうことだから、これ一旦引きましょう。これはまず一発食らわせましょう。敵は引いていきますね。疾風怒涛だ。
ライドゥに向かって疾風突破。どけ。我が豪遊で。我が豪遊で。全然連携しないな文州。でバッチョいけるかな。何人かには食らわせそうですね。主訴統率上がる。深夜の守りですね。バチョの新戦かどこまで行けるでしょうか。二人倒せるか。新戦かどうなっている。新馬長の一撃。よし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 。倒したかな。おお大量大量。おっと一騎打ちが始まってしまった。周総隊勝か。これは勝った。勝ち確。あとは殺すか捕らえるか。周総84勝か12。あれ怪我してない。怪我してるよね。これいったんじゃないか。もういけんのかい。バッコイ。お飛ばない。カクカって飛ばないんだよな。しかもなんか異様に硬い。どうなんだいこれは。いやどうなんだこれ。多分怪我ですよねあれね。死あ捕らえた。殺すしかないな。もうよしよしよし。ソフィ撃破。捕らえちゃう捕らえちゃう。どうしようかなこれ。どうしていこう。あライドウとかあれだ。ちょとつだ。ちょとつ対ちょとつになっちゃってる。おっとこれは万人でギッタンギッタン。おっとバチュを倒す。でライドウもいける。あバカバチュバカ。そこに行くな。ご報告いたします。ですねバチョウが馬食を捉えてますね。金銭も捉えてる。で長宝がシャマかソフィ。おさらに法隆もか。長宝すげえな。いやいやいやナイス聖人ナイス聖人。全部で5人ですね捉えております。どうしようかな。シャマかは確かちょとつなんでこれはね欲しいですね。うん。そしてこれですよ僕たちが欲しかったの馬食。これをこれが馬長ですよね。馬長だ。キャンプだなこれ。とりあえず流氷攻めする理由がねだいぶ薄れましたね。これでキャンプだな。ちょっと馬長がこれ生きて帰ってくんないとこれまず。あと長宝か。ちょっとそこまでですね。そこまでちゃんといけるかな。さて馬長ちゃんと引いてくださいよ。いいですからね。追っかけなくていいですよ。城まで城に撃たれなくていいですよ。よしこれなら大丈夫。あちょっとライドを持ってなかったな。85だもんな。尊敬の使者。あこれ攻撃だ。巨匠攻撃やるって言っとこう。うん多分やらねえけど。巨匠の人を殴るんだったらできますよ。勝手に攻めてくるから。あおいおいどこ行ってんだどこ行ってんだ。大丈夫。危ない危ない。各所より報告です。ルート変なルート取るもんな結構ね。どうした。あ大丈夫だ。ちょっと詰まっちゃったんですね。でここを壊されないようにちょっとね誰か詰めとかないといけないですね。超運でいいか。贅沢だな。いやー結構ギリギリでしたね。まあ A 案を。あーでももう4万もあんのか。でも元が7万とかでしょ。さて角化を持ってきちゃったなー。あさても継承のままなんですね。へえ。重傷までいかなかったというところでございますね。角化の他に100は、あ、角がいるんだ。角化。ああ、じゃあ代わりはいるってことですね。じゃあ初段。好きにするがいい。角化をやっちゃったよ。すみません、全国3000万の角化ファンの方、すみません。噛みそうになってすみません。お、宝刀が何ですか？馬食ら3名。ダメでーす。贅沢だな。ダメだよ。2人とも雇いますよ。シャマーカと馬食。だいたい馬食を取りに来たんだ、私たちは。いや私たちとしてはね、うん、城攻めまでしなくて取れてよかったですよ。さてさて、これでですね、馬食とシャマーカはずっとここでふやかしといて、で、この総将とかが部員までこうやって砦作りに来たりしますんで、うっかりですね、反応しちゃったりすると危ないんで、ここら辺に陣を作ることにいたしました。そしてね物資がちょっと足りないんで長安から輸送ですね
かけてます。ここ護衛つけながら無事通れました。いやー、よかったです。で、今チラッと見えた、これ何これ。うわ、すげえ数な。超安攻めかこれ。うわ、これすぐ回さないと、これ気づかなかった、やばい。で、兵器何これ、兵器5台すごいな。そして今日の最後、ロシクの中のカーンの様子ちょっと見ましょうか。抽選43。いやー、だいぶ起きましたね。うん、まだですというところで、今日も最後までのご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。